ダノンスマッシュは日本の競争馬。主な勝ち倉は2020年の香港スプリント、2021年の高松の宮記念。この他にも重賞競争6勝を挙げている。ロードカナロアの初年度3区の一頭である。場名の意味はカンブリ名武打ち砕く。相手を打ち砕く強烈な走りを期待して、2015年3月6日、 北海道新日高町の敬愛ファームに生まれる。同ファームの中村ともゆきマネージャーは、順地から育成へと進める中で、手がかかった記憶は、ほとんどありません。当時から、背中の柔らかさや綺麗なフットワークなどに光るものがありましたが、乗り出した頃はまだちょっと頼りないというか、力強さに欠けるようなところもありましたと、10回している。 父のロードカナロアと同じ立党、安田孝之旧社に入級。調教女子も父に携わった岩本隆二が担当し、馬房も父と同じものを使う。2017年9月2日の新馬戦でデビューし、2着となる。2戦目の未勝利戦を福永祐一騎乗で制し、続くもみじステークスも三馬審査で解消する。しかし、 二歳ぐねの朝日杯フューチュリティステークスではで、遅れが響いて5着に終わった。2018年春は NHK マイルカップを最大目標としたが、ファルコンステークス7着、アーリントンカップ5着、NHK マイルカップ7着と結果を残せなかった。夏の北海道開催で、スプリント路線に転じるとコバに混じって、準オープンを勝利し、キーンランドカップでも2着と結果を残した。 同年11月25日、同父のアーモンドアイが、ジャパンカップを世界レコードで制した当日に、京都競馬場で行われた競藩杯で、直線再打ちから、鮮やかな、差し切り価値を収め、重賞初制覇。くしくも2011年に、同レースで重賞初制覇を果たしていた、父のロードカナルアトの不死制覇を達成した。 小場所戦のシルクロードステークスでも、単勝2.0倍の一番人気に押され、方位の内で足を溜めてから直線で、馬場の中央に持ち出されると鋭く伸びて差し切り勝ち。父ロードカナロアと同じく、軽半杯とシルクロードステークスの連勝となった。重傷に連勝で望んだ春のスプリント決戦、高松の宮記念では一番人気に押されるも、4着に、敗れた。続いて、 函館スプリント S へ参戦を予定していたが、本馬が使用していた競争馬用のカルシウム剤、グリーンカルから JRA で使用が禁止されている薬物、テオブロミンが検出されたことから競争除外となってしまった。改めて2年連続となる、キーンランドカップへ、川田正宮人の初コンビで出走。重症参照で、本馬が除外された。 箱館スプリント S で人気を集めたタワーオブロンドンなども出走する中一番人気に押されるとレースでは直線でしっかり据え足を使って一着入線人気に応えて重賞三勝目を飾った秋初戦のスプリンターズステークスではタワーオブロンドンとの二強対決と言われレース発走まで熾烈な一番人気争いを続けたが最終的に本馬が一番人気に押される エースでは中断を進むが、タワーオブロンドンにマークされる形となり、直線で進路を失いかけるも、その後はしっかりと伸びを見せる。しかし、先に抜けたタワーオブロンドンや逃げたモズスーパーフレアに及ばず三着になった。10月31日、12月8日に香港、シャティン競馬場で行われる香港スプリントに招待され、これを受託。父のロードカナロアは、 同レースを2012年2013年に連覇しているため統合制覇の期待がかかり、当日はランフランコデッドリオ安城に迎えて出走したが発着に敗れた。5歳初戦はオーシャンステークスに出走。このレースにはタワーオブロンドンも出走していたが、金量差もあって一番人気に押された。レースのスタートではやや立ち遅れたものの立て直し、直線は内から進出。 最後は逃げるナックビーナスを一番新反射かわして優勝。高松の宮記念に弾みをつける勝利を挙げた。新型コロナウイルスの感染拡大により、戦後初となる無観客開催の中で行われた高松の宮記念は、前日のオッズでは一番人気に支持されていたが、当日は三番人気で出走。先行集団の直後で流れに乗ったが、 直線で伸びをかき10着に敗れた。5月16日、KO 杯スプリングカップに出走。ダミアン・レーンが安城を務め、レースは逃げを打つと、最後の直線でも据え、足を伸ばして逃げ切り勝ちを収め、重勝5勝目を挙げた。その後6月7日の安田記念に出走したが、8着に敗れた。9月13日、中京競馬場で行われたセントールステークスは、 三浦高生に乗り換わり出走。ミスターメロディやビアンフェ、シバージュを抑えての一番に人気であった。西雲高生が花を奪い、ラブカンプーやビアンフェが密着。そこから少し離れた4番手で進んだ。直線に侵入すると、西雲高生が差を広げるが、坂で交代。それに伴い残り200メートルで先頭となった。そこから、後続のい上げを封じてそのまま入線。 大外から追い込んだ名勝グロッケに一場審査をつけて勝利した。これまで中京では7着、4着、10着と相性の悪い舞台であったが、4戦目で中京初勝利を果たした。K.I. ファームの中村智之ゼネラルマネージャーは、完成の域に入ってきたと評価した。その後8度目の GI 挑戦となるスプリンターズステークスに川田省宮を安城に出走し、 直線で外から追い出したにかかったものの、大外から追い込んだグランアレグリアにかわされて日着に、敗れた。11月に2年連続で、香港スプリントに、招待されて2年連続での同レース出走が決まり、また27日に当日は、ライアンムーアが騎場することが発表された。12月13日のレース当日は道中は中断の、外を追走すると、直線に入って、うで、 横一一線となっていた、先行勢を一気に抜き去り、最後は地元場、ジョリーバナーを半馬身しのいで優勝。GI 初勝利を達成し、父、ロードカナロアと共に親子制覇となったが、同一、香港 G1 の親子制覇は、史上初であった。ムーアにとっても、香港スプリントは、初勝利で、ムーアはこの日行われた香港バーズも制し、史上4人目となる、 香港国際競争の完全制覇を達成した15日に、帰国後は輸入権益のため、兵庫県の三木ホースランドパークに入球し、同時に安田から翌年3月28日の高松宮記念を目標にすることが明かされた。予定通り、高松宮記念に出走、香港スプリント勝ち馬ながら一番人気をレシステンシアに譲るが、横に広がったゴール前はインディチャンプ。 レシステンシアの真ん中から力強く抜け出し、レシステンシアに首差をつけて一着。前奏に続く、GI 連勝となった。また父、ロードカナロアを管理した安田氏は、高松の宮記念単独最多の3勝目となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。